ジ ALPGA ツアー第7戦バンテリンレディスの初日第1ラウンドについて話していきたいと思います。まずは小関谷美優選手67の5アンダーでトップタイとなっています。第1組のスタートで1番ホールでバーディー発進、そこから勢いに乗りバーディーを重ねていきました。今季2試合連続予選落ちから始まりましたが、 V ポイントエネオスではトップ10入り、そして今大会ではトップタイスタートと調子が上がってきていますね。続いて脇本花選手67の5アンダーでトップタイとなっています。今季は予選落ちが1回のみ、トップ10入りも1回あって好調です。そろそろ初優勝をつかんでも良い選手なので2日目以降も注目ですね。続いて岩井明愛選手ディフェンディングチャンピオンです。67の5アンダーでトップタイとなっています。4番ホールのパー5ではあわやチップインイーグルのプレーで楽々バーディー、6番ホールではベタピンでのバーディー、9番ホールのパー5では2オンに成功してのバーディー、13番ホールでは長い距離のパットを沈めてバーディー、16番ホールのパー3ではティーショットをピンそばにつけるなどショットもパットも好調です。来週は米女子ツアーのシェブロン選手権も控えているので弾みをつけていきたいところですね。続いて宮田成葉選手68の4アンダーで4位となっています。今大会から調子が上がってきた感じでしょうか。18番ホールのパー5でイーグルも取っています。初優勝もつかめる位置なので期待も高まります。続いてゴルフ一人語りの一押しである小祝さくら選手68の4アンダーで4位となっています。先週は予選落ちとなってしまいましたが、すぐに調整して上位で活躍を見せてくれています。1番ホールではロングパットでバーディー発進、4番ホールも長いパットを決めるなどパットがすごかったですね。そして9番ホールは約 1.5 メートルにつけるショットでバーディー、16番ホールもベタピンでのバーディーとショットの精度も高いです。このまま優勝争いをしていってほしいですね。続いて山下美夢有選手69の3アンダーで8位となっています。山下美夢有選手にしては珍しくボギーも多く出ている印象ですね。ただ今大会でも上位にいるので最終日に向けて追い上げていきそうですね。続いて佐久間朱莉選手、今回個人的に注目している選手です。70の2アンダーで13位となっています。先週は惜しくも優勝を逃しているのですが、今大会でも上位に姿を見せてくれました。最終日に向けて追い上げていき再び優勝争いを見せてほしいです。続いて川本結衣選手71の1アンダーで20位となっています。アウトスタートで前半は好調のプレーだったのですが、後半にボギーが多く出てしまいましたね。ただ今季は好調のゴルフを見せているので追い上げていってほしいです。続いて桜井心那選手71の1アンダーで20位となっています。直近3試合はいい成績を出していっているので、今大会も続いて上位で活躍を見せてほしいですね。続いて鶴岡可恋選手、今回個人的に注目している選手です。72のイーブンで28位となっています。前半でスコアを伸ばしていったのですが、後半にボギーが出て失速してしまいました。2日目は追い上げて上位を目指してほしいですね。続いて吉田凜選手73の1オーバーで41位となっています。先週はオーガスタナショナル女子アマで日本勢最上位の14位の成績を出していましたね。2日目はアンダーのプレーを見せてほしいです。続いて天本遥選手、今回個人的に注目している選手です。73の1オーバーで41位となっています。今季は毎試合で素晴らしい成績となっています。優勝できる実力も十分にあるので2日目の追い上げに期待ですね。続いて武田梨央選手
今回個人的に注目している選手です。73の1オーバーで41位となっています。今大会では少し出遅れてしまった感じですね。いつ優勝してもおかしくないほどの実力があるので、追い上げていくプレーに注目です。トップタイに3選手が並ぶ混戦状態。そしてトップ10には初優勝のチャンスとなっている選手も多くて、面白い展開になっているわね。さらに一押しの小祝さくら選手も好プレーをたくさん見せてくれました。初日からテンション上がりまくりよ。明日の試合展開どうなるかな、とても楽しみだわ。それじゃあまたね。